千葉ロッテマリーンズの魅力、何があるんや？ユニフォームが黒い。つーちゃんが可愛い。お菓子食べ放題。時々思い出したかのように日本一になる。ロッテの応援歌は結構センスいいと思う。ビジユニがかっこいい。入団したらパイの実工場の見学ができる。ロッテ好きの芸人がいないから静かに見れる。スタジアムの横のグッズショップがいい。日本人野手が軒並みパッとしないところ。強豪ドラ1でくじ当てまくったり、助っ人当てまくったり、とにかく運がいい。マジでない。関東にあるとこぐらいかな。やっぱ応援か。助っ人外国人が地味に働く。勝ちそうで勝てないをずっとやってるから、ギャンブル性を楽しめると思う。雪見大福。選手になるとパイの実の秘密を教えてもらえる。幕張4の駐車場がタダで使えるから車来場者に優しい。勝ちそうで勝てないをずっとやってるから、ギャンブル性を楽しめると思う。球場のご飯は全体的に美味しい。特にもつには味よし、値段の割に量がある。パリーグの順位荒らしてくれる。小坂コーチがいる。常に優勝チームの引き立て役。応援の声がでかい。ロッテサポの存在。チャンテさんがかっこいい。最近は佐々木朗希が出てきたけど、基本的に球界を代表するような選手がいない。応援がすごい。優勝はできない。金がないってイメージ。千葉県民やけどほんまにパッと思いつかないわ。なんやかんやで試合見ちゃうところ。角中の親父。たまにやたら劇的に勝つとこ。チケットが高いから経済に貢献した気分になれる。常に未完成、発展途上のチームだから長く応援を楽しめる。特にこれといった魅力が何もないところが逆にいいんちゃう？放っておけないダメな彼氏みたいなとこ。ロッテファンだというと普通のように思われる。なぜか野球にすごい詳しいんじゃないかと思われる。